はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第9弾お送りします。で、今回はこの5つの熟語で、ね、やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。では早速1番からいきましょう。で、前回の8をね、まあ、見てくださった方がいれば、工事の音がめちゃくちゃ入ってたんですよ。で、そのね、その時も話したんですけど、次も一緒に撮っちゃうんで多分音入りますみたいな話をしたんですが、多分ですね、今工事作業の方がお昼休みで、そう、今ね、音が鳴ってないんでね、チャンスだと思って今撮っておりますけど、多分鳴らないでいけると思います。ではまず1番ですね、enjoy ing です。で、これはもう enjoy が楽しむっていう意味なので、まあそれに ing がくっついてる形なんですけど、なので、まず意味は、まあ、ほにゃららして、楽しむって意味になります。で、大事なことは、まず enjoy が楽しむっていうのはもちろん覚えてほしいんですけど、例えば、ほにゃららすることを楽しむって。例えばじゃあ、サッカーをすることを楽しむみたいな言い方をしたいときに、サッカーをすることって言いたいんで、もう一回動詞が必要になるのね。プレイが必要になると。そしたら、必ず ing を使ってください。で、これは、ま、動名詞っていう ing ね、言い方をするんですけど、まあ、後ろに動名詞がつく。こうやって ing を使う単語もいれば、不定詞、to プラスほにゃらっていうのを使う単語っていろいろ分かれてるんですけど、まあ、enjoy はこうやって ing を持ってきます。だから、I enjoy playing soccer って言えば、私はサッカーをすることを楽しみますみたいな言い方ができます。まあ、enjoy の後ろに動詞を使いたかったら ing が来るよっていう風に覚えてください。で、次が more than ですね。more than ほにゃらら。で、これは、ほにゃらら以上のと。まあ、ほにゃらら以上ですね。もうこのキーワードで覚えてもらったらと思うんですが、例えば、more than 10。10ですね、10。で、来れば10個以上の、まあ、10以上のっていう言い方ができます。モーザンで以上の。で、3番が、depend on ですね。depend on。で、これで、ほにゃららに頼るっていう、あと、ほにゃらら次第っていう使い方もあるんですが、まあ、こっちの方がよく使うので、ほにゃららに頼るっていうね、意味になります。で、ここ、on をね、使ってるんですが、これが、これね、upon になる時もあります。depend upon って。てけど、だけど、ほとんど on ですね。こっちを使うことのが多いので、まあこっちを覚えてもらって、まあおまけでちょっと覚えてもらえるといいかなと思います。で、ここはですね、同じ意味のものが一つあるので、そっちを紹介します。で、前回の動画ね、青で書いたんですけど、その前の動画普通に赤だったね。ちょっと色をこっちに合わせちゃいます。で、同じやつ。が、同じく案を使うんですけど、これです。rely on ほにゃらら。これが depend on ほにゃららと全く同じ。ほにゃららに頼るという意味になるので、まあセットでこれも覚えちゃってください。rely on ですね。で、今回の5つの中で、個人的には一番、まあ、大事というか、もちろん全部大事なんですけど、大事やなと思うのがこの4番です。で、これ普通に、これだけ読むと、use do って言いたくなるんですけど、これ to do セットになることで、use to になります。use to。use to。use to となります。読み方が。で、これで、まあ、よく何々したものだっていう、なんか渋いね、意味でこう書かれることが多いんですけど、ああ、よくほにゃららしたよな、みたいな感じ。よくほにゃららしたものだって。で、個人的にはですね、意味というか、このイメージで覚えててほしくて、昔はほにゃららだったっていう、このイメージを持っといてほしいんです。まあ、よくほにゃららしたものだっていうのも、昔はこういうことしたよなっていうことを思い出してる感じなので、昔はほにゃららだったっていう。例えば、あ、これいいか。ちょっと上空いてるんで書いちゃいましょうかね。used to だから、まあ、さっきと似てる単語を使うんだったら、I used to って、ここね、動詞が来ます。じゃあ、play, サッカーが横入んねえな。1個、here 下に来ようか。ごめんね。2行になっちゃったけど。
I used to play soccer here って言うと、私はサッカーを、プレイサッカーね、サッカーをしたものだ、まあ、よくサッカーしたよなってことを言ってるんです。で、here ここなんで、私はここでよくサッカーしたものだ、よくサッカーしたよなっていう文になります。あ、意味になります。これこういう風に使ってください。で、ぜひですね、今回 used to でこれと取り上げましたけど、これ意味をぜひ、まあ、まず覚えてほしいと。で、ぜひですね、セットで覚えてほしいのがこれです。赤でいいかな。 There used to be ほにゃららです。 There used to be、 これ There is、 There are っていうほにゃららがあるとか、まあ、人がいるっていう存在を言うときに There is、 There are って使うじゃないですか。それと used to がコラボしたものなんですね。で、used to がここに入ることによって、be 動詞が原形に戻ってしまって、there used to be というふうになるんですが、これで、以前は、ほにゃららがあったという意味になります。さっきも言ったように、there is、there are っていうのは存在を表すの。ほにゃららがあるとか、まあ、ほにゃららがいるもあるけどね、人の。で、ほにゃららがあるっていうものに、昔はほにゃららだったっていうものがくっついたものなので、以前、まあ昔は、以前はほにゃららがあったよねっていう。ここに以前は何々、まあ、ほにゃららのお店があったよねみたいな風に使ってください。これをね、ぜひセットで覚えちゃいましょう。これと一緒にね。で、ラストが、little by little ですね。little by little。これは、少しずつっていう意味になります。例えば、少しずつ増やすとか、量をね、という時に使ってください。little by little。これが、少しずつでございます。はい、ということで、今回は、このね、5つの熟語を取り上げさせていただきました。待ってね、ここでしょ?ここと、このね、昼休みタイムでよかったですね。一応さっきの動画チェックして、この後ね、アップしようと思ってるんですけど、結構音拾ってて、申し訳ない。本当にね、息苦しくて申し訳なかったんですけど、一応声は届いていると思いますので、アップさせてもらったんですが。で、あとこれは、いらなくて、で、これ、同じだからテストできるよね。で、これはですね、ぜひ覚えてほしいので、ここを消しとこうか。以前はほにゃららがあった。よいしょ。これで大丈夫かな ?OK ですかね。はい、ということで、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回がですね、まだ5個の、まあ、熟語をやるんですけど、How ってあるじゃないですか。HOW の How ですね。で、あれを使った、熟語を5つ、まあ、特集って言っても午後なんだけど、ハウをね、使ったものを集めてやっていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。